韓国政府マスコミを掌握韓国の朝鮮日報によりますと先日韓国にて開催されたメディア連帯創立1周年討論会の中で韓国の元首相や韓国の放送公社の元理事長らが次のような発言をしたことが明らかになりました韓国では巨大テレビ局などのメディアは労使双方が政権と近い勢力によって掌握された そのため政府の政策に批判的な勢力は今やこの国に存在しなくなった。現在政府を批判できる通路はほぼ封鎖された。過去の軍事独裁政権でもメディアや知識人の間で言論弾圧に抵抗する意識はあったが、今は政府に対抗するパワーそのものが失われてしまった。韓国社会は今も陣営論理によって相手の存在が否定されている。 石兵生産だとか、反民族親日生産などの大義名分で反共、自由民主国家としての韓国が攻撃を受けている。これに抵抗する勢力は意見を出すルートまで遮断されている。北朝鮮に対する文在寅大統領の国防の意識、所得・主導成長、脱原発などの実情を指摘し、批判すべきメディアが政権の 引き立て役にされ、国民の目と耳が時代錯誤的な方向に導かれている現状を懸念しているとなっておりまして、こちら、日本国内で報道の自由がどうこうと、大騒ぎをしている方々が存在しているんですが、この報道の自由が現在、残念ながら、韓国政府によって制限されているということが明らかになりましたので、 ぜひとも日本国内で報道の自由どうこうと叫んでる方々、この韓国における報道の自由を守るようにですね、ぜひとも同じように声を上げていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。